2024年のオリコン上半期ランキングにおいて、スノーマンが見事に1位を獲得しました。これは彼らにとって通算3回目の快挙であり、これまでの AKB48、嵐、乃木坂46に続く史上4組目の達成となります。スノーマンの勢いはとどまるところを知らず、その人気はますます高まっています。人気グループ、スノーマンが オリコン上半期ランキング2024のアーティスト別セールス部門トータルランキングで期間内集計期間2023年12月25日付から6月17日付売上84.6億円を記録して1位を獲得した21、22年度でも1位を受賞しており通算3回目の1位獲得となったスノーマンガ オリコン上半期ランキング2024の音楽ソフトとデジタルの総売上金額が最も高かったアーティストを発表するアーティスト別セールス部門のトータルランキングで1位を獲得したことが9日分かった集計期間は昨年12月11日から今年6月9日で期間内売上は84.6億円 グループの同部門1位は21、22年度に続き3回目となる。通算3度の上半期トータルランキング1位獲得は史上4組目で男性アーティストとしては嵐以来9年ぶり2組目の快挙となった。受賞を受け、目黒連は皆様に本当に感謝しています。これからも皆様が僕たちの作品を聞いて、見て、頑張ろうとか、 元気が出るなと思ってもらえるよう、そんな作品を作れるように頑張っていきたいと全身を誓った。スノーマンがオリコン上半期ランキング2024の音楽ソフトとデジタルの総売上金額が最も高かったアーティストを発表するアーティスト別セールス部門のトータルランキングで1位を獲得したことが9日わかった。集計期間は昨年12月11日から 今年6月9日で、期間内売り上げは84.6億円。グループの同部門1位は21、22年度に続き3回目となる。通算3度の上半期トータルランキング1位獲得は、史上4組目で、男性アーティストとしては、嵐以来9年ぶり2組目の快挙となった。メグロレンはステージに立ち、感謝の言葉を次のように述べました。 皆様に本当に感謝しています。これからも皆様が僕たちの作品を聞いて、見て、頑張ろうとか、元気が出るなと思ってもらえるよう、そんな作品を作れるように頑張っていきたい。彼の言葉からは、ファン一人一人への深い思いと、音楽やエンターテインメントを通じて、人々に元気や勇気を届けたいという強い決意が感じられます。 メグロレンはこれまでの活動を通じて多くの人々に感動や喜びを届けてきました。その作品は音楽のみならず映像やパフォーマンスにおいても高く評価されています。今回の受賞は彼の努力と才能が多くの人々に認められた結果と言えるでしょう。さらに、メグロレンは今後の活動についても言及し、より多くの人々に感動を与えられる。 作品作りに邁進することを誓いました。これからも皆様が僕たちの作品を通じて少しでも前向きな気持ちや元気を感じていただけるよう全力で取り組んでいきたいですと語りファンやサポーターとの絆をさらに深める姿勢を見せました。彼の言葉にはエンターテイメント業界でのさらなる飛躍とファンへの感謝の気持ちが込められています。メグロレンの今後の活動に ますます注目が集まることでしょう。2024年のオリコン上半期ランキングでの受賞は、メグロレンにとって大きな節目となりました。この栄誉に輝いた彼の姿勢と未来への決意は、多くのファンにとっても大きな励みとなるでしょう。メグロレンの今後の活躍から目が離せません。通算 3, 3度の上半期トータルランキング1位獲得は、AKB48、嵐、 のぎざか46に続き、史上4組目。男性アーティストでは、嵐以来9年ぶり史上2組目の達成となった。84.6億円は昨年度の73.2億円を上回り、自己最高金額。スノーマンがオリコン上半期ランキング2024の アーティスト別セールス部門トータルランキングで、期間内集計期間2023年12月25日付から6月17日付売上84.6億円を記録して1位を獲得した。21、22年度でも1位を受賞しており、通算3回目の1位獲得となった。通算3度の上半期トータルランキング1位獲得は、AKB48、嵐、 乃木坂46に続き、史上4組目。男性アーティストでは、嵐以来9年ぶり史上2組目の達成となった。84.6億円は昨年度の73.2億円を上回り、自己最高金額。売り上げの内訳は、シングルが20.1億円、アルバムが1.1億円、ミュージック DVD ブルーレイディスクブドが61.2億円。 ストリーミング2.2億円。シングル、アルバム、ミュージック DVDBD の音楽ソフトの売り上げは、計82.4億円で、その大半を占めた。そのため、上半期、アーティスト別セールス部門音楽ランキングでも1位を獲得している。84.6億円を大きく牽引したのは、自身初の全国ドームツアーを収めた、音楽映像作品。 スノーマンファーストドームツアー2023アイドゥ・メイド d エ d ィ・の合計売り上げは82.3万枚で作品別倍以上部門の DVD ランキング、BD ランキング、ミュージック DVD ・ BD ランキングの映像3部門同時1位を獲得したシングルはラブトリガー、WE L L Go、LLGO Together が地震発の期間内売り上げミリオンとなる125点 8万枚で作品別売上部門シングルランキング1位を獲得作品別売上数部門4冠を達成したメンバーのメグロレン27は皆様が僕たちの作品を聞いて見て頑張ろうとか元気が出るなと思ってもらえるようそんな作品を作れるようにこれからも頑張っていきたいとコメントラウール21は下半期に向けて皆様がくれた上半期のシや それまでの応援を糧に、これまでにはなかったクオリティのものを準備しているので、それを楽しみに待ってもらえたら嬉しいとしている。デジタル1位は、ミセスグリーニアップル。人気ロックバンド、ミセスグリーニアップルは、アーティスト別セールス部門のデジタルランキングで、期間内売上30.7億円を記録し、オリコン上半期ランキング全部門を通じ、自身初の1位を獲得した。 30.7億円の内訳は 95.、95.6%29.4 億円が、ストリーミング 3. 3、3.3%1.0 億円が、デジタルシングル単曲 1. 1、1.1%0.3 億円が、デジタルアルバムとなっており、ケセラセラなどが好調なストリーミング再生回数が、大きく牽引し、上半期デジタル1位獲得となった。ボーカルギターの大森元木十七は、 楽曲を多くの方に聴いていただき、このような賞をいただくことができました。変わらずに楽曲を作っていき、真摯真摯に届けていけたらなどとコメントしている。メグロレン27は、皆様が僕たちの作品を聴いて、見て、頑張ろうとか、元気が出るなと思ってもらえるよう、そんな作品を作れるようにこれからも頑張っていきたいと、コメント。ラウール21は、 下半期に向けて、皆様がくれた上半期の賞や、それまでの応援を糧に、これまでにはなかったクオリティのものを準備しているので、それを楽しみに待ってもらえたら嬉しいとしている。デジタル1位は、ミセスグリーンアップル。人気ロックバンド、ミセスグリーンアップルは、アーティスト別セールス部門のデジタルランキングで、期間内売上げ30.7億円を記録し、 オリコン上半期ランキング全部門を通じ、自身初の1位を獲得した30.7億円の内訳は 95.、95.6%29.4 億円が、ストリーミング 3.3%1.0 億円が、デジタルシングル単曲 1.1%0.3 億円が、デジタルアルバムとなっており、ケセラセラなどが好調なストリーミング再生回数が、 大きく牽引し、上半期デジタル1位獲得となった。ボーカルギターの大森元希27は、楽曲を多くの方に聴いていただき、このような賞をいただくことができました。変わらずに楽曲を作っていき、紳士紳士に届けていけたらなどとコメントしている。